かわいい工場委員会シュアレトロ支部へようこそ。今回もよろしくお願いいたします。私新葉樹です。ですね、先日私のお友達というにはちょっと慣れ慣れしいかなっていう感じもするんですけれども、知り合いというのもで済ませてしまうのもちょっとよそよそしいかなと思うんですけれども、あの松戸デラックスさんという方が今回アルミ弁当箱図鑑という本を出版されました。時々ねイベントとかで顔を合わせることがあるんですが、いつもねテーブルいっぱいにアルミお弁当箱を展示されててすごいなと思っていました。主席化することになりまして、こちらまたすごいですね。私も見習いたいところでございます。でこちらの本ですけれども、ちょっとものすごく紹介しづらいじゃないですか、あなたうろうろしてて。でこちらの書籍ですけれども、とてもね中身読みやすく、各アルミお弁当箱がね紹介されているんですけれども、各作品のについての豆知識ですとか、そのモチーフになっているねあの漫画について食べないでくださいダメでしょ食べたら。すごくね面白いんですよ。あのお弁当のことだけ、お弁当箱だけのことじゃなくて、また来たしあのお弁当箱だけのことではなく、あのその時期、その当時のね世間の様子ですとか、あの豆知識、そのアニメやモチーフになってるね漫画のね豆知識なんかも載っていて、とてもね読みやすくて楽しいね本になってますので、ぜひね皆さんにも読んでいただきたいと思っています。こちらの本ですけれども、Amazon 等で販売されています。イベントなどでも出展されているようです。そういうわけで、今回私もテーブルの上にいろいろ置いたんですけれども、今回お弁当箱、そんなにいっぱいアルミお弁当箱とか持ってるわけじゃないので、お弁当箱もあのアルミプラスチック、あとまあメラミンの器ですとかいろいろありますので、今回食器系をね、ちょっと紹介したいなと思っています。ね、いいですか？はい、それではこれらのお弁当箱、メラミン食器などについて紹介していきます。私が生まれて初めて買ってもらったお弁当箱から紹介したいと思います。こちらねパンダちゃんのね絵柄がねとても可愛いお弁当箱です。確かあの北千住の金物屋さんで買ってもらった記憶があります。このお弁当箱ですが、ちょっと当時幼稚園入りたての私には少しね大きかったんですね。というのもこのお弁当箱四角いので、普通のお弁当箱はねこう角がね丸いんですよ。で角張ってる分大きく感じましたし、で私の母っていうのがとても食べさせるのが好きな人だったんですけど、ご飯をねもう箸が折れるぐらいみちみちに詰めてたので、実際ね箸がね何本か折れました。当時のプラスチックの箸というのはちょっと柔らかったのかもしれないんですけれども、お弁当の時間の時に先っぽが結構何本かね折れた記憶があります。でそれもそのはず、こちらねサンドイッチボックスだったんですね。なのでちょっと四角くてね大きかったんです。でも私このお弁当箱がすごい気に入ってて、絵がすごい可愛かったので一目惚れをしてこの弁当箱を選びました。というのも当時パンダちゃん来日した何年か少し後なのかな、なのでパンダちゃん人気全盛だったんですね。で他のお友達のお弁当箱もパンダちゃん多かったんですけれども、記憶によるとあの図鑑で見たようなリアルタイプのパンダちゃんが描かれてるお弁当箱が多かったんですけれども、漫画っぽいねキャラクターっぽいお弁当箱持ってるのは私だけだったので、これはすごく気に入っていました。絵柄はねロコタン人形で有名な久保田博子さんの絵柄ですね。はい、ロコタン人形というのはこちらです。はい、こちらも70年代にとても人気のあったお人形で個性的な顔をしてますね。こちらも私物です。こちら中によく見ると醤油入れが入ってます。ゾウさんの醤油入れですね。ゾウ印のマークっぽいです。でこちら大人になってからねヤフオクで買い直したものでデッドストックものですね。こういった外箱に入った形で入手しました。この外箱のデザインがまたとても可愛いです。でもこれ何でしょう、何の動物だろう、猫のような犬のような、でもなんかあの足先にはひづめあるし、これね規定木ですかね。でパッケージ裏の
お弁当もまたレトロでいいですね。あ、よく昔ねこういった輪切りのオレンジとかが入ってましたね。食べづらいんですけどね、結構やっぱり謎だわこの洞窟。はい、ではこちらアルミのお弁当箱から紹介していきたいと思います。こちらはねキャンディーキャンディーのお弁当箱です。大きさはね手のひらより大きいぐらいですね。でこちらはあのお友達がお片付けをしていたら出てきたということで譲ってくれました。ありがたいですね。で同時に送られてきたのがこちらのお弁当箱です。コートにかける青春。私このドラマよく知らないんですけれども、なんか渋いですね。スポーティーな女の子が描かれています。はい、こちらもデッドストック品ですね。魔女っ子チックル、パッケージ未開封です。可愛らしい絵柄ですね。はい、こちらも近所の金物屋さんで見つけた魔女っ子メグちゃんのお弁当箱です。これもね当時私見かけたらこっちのお弁当箱にしたかもしれません。それぐらい魔女っ子メグちゃんは好きでしたね。はい、こちらからもうプラスチックのお弁当箱になります。モペッツのお弁当箱です。ロッテのねチョコレートのキャラクターとかになってましたね。この素朴な絵柄私は結構好きなんです。ちょっと経年で黄ばんでます。プラスチックしょうがないですね。で開けると中にレトロなピン止めがしまってありました。はい、でこちらモペッツは箸も持ってます。箸箱持ってます。中にお箸入ってたんですけど普通の地味な白い箸でしたね。箸はなくしました。こうペアで持っていくととてもいい感じですね、きっとね。でも絵柄がちょっとこっち粗いですよね。こっちの絵柄の方が可愛いです。でこのモペッツ結構食器に力入れてたのか、メラミンのお皿もあります。ちょっとおませな感じのね小さい子供が描かれていて可愛らしいです。はい、こちらもプラスチックのお弁当箱です。何のキャラクター、キャラクターではないんですかね。ちょっと色っぽい綺麗なバレリーナさんの絵が描かれています。作者がね描かれてないのでどなたなんでしょうね。こちらもバレリーナの絵柄の箸箱です。こちらのバレリーナのお弁当箱とお揃いで持ったら少しいい感じになりますかね。でもこのバレリーナの絵柄ちょっとなんか粗いですよね、絵がね。でこう、あ、なんかあの立て付けが悪くなってて開かないです、ケースが諦めましょう。お箸ちょっと見えてます。はい、こちらもプラスチックのお弁当箱です。近所の金物屋さんで購入したデッドストックものですが、誰作者名が書かれてます。はるみさんという方が書いた絵柄なんでしょうか。可愛い女の子と可愛い動物たちが描かれてます。あ、こういうね小鳥、昭和の小鳥っていう感じですよね。このうさぎさんもねオーバーオール着てるあたりがねとてもレトロでいい感じです。はい、こちらはカトラリーケース、ロボコンのカトラリーケースですね。ピンク色っていうことはやっぱり女の子向けを意識してるんじゃないかと思うんですけれども、あ、中身はこんな感じです。結構可愛いロボコンの絵柄ですね。なぜかねロボトンとロボコンです。大工さんロボットでしたね。女の子向けだったらロビンちゃんを絵柄に入れてほしいところでしたね。でピンク色っていうことで、まあ、女の子向けなんでしょうけれども、本当にねサンリオ以前のこういうグッズというのは女の子向けなかなか苦労してるのかなって感じですよね。先ほど紹介した謎のバレリーナだったり、こう男の子っぽいキャラクターでもピンクっぽい色味にして女の子向けにしたりとか、なかなか苦労がね伺えますし、やっぱそれだけねサンリオの登場というのは女の子グッズの世界では革命だったんだと思います。はい、こちらもこのカトラリーケースです。可愛い女の子が描かれてます。よく小学館の学習雑誌でこういった絵柄を見かけました。懐かしい絵柄です。このエプロンドレスみたいなの可愛いですね。はい、でついにサンリオ登場といった感じですね。
じゃあパティ&ジミーのプラスチックのお弁当箱です。やっぱりなんて言いますかね、先ほどまでのイラストのお弁当箱とかももちろんいいんですけれども、サンリオは洗練されてましたね。やっぱ革命が起きるのも無理はないと思います。こちらは随分時代は後になります。サンリオのセブンシリードワーフのタッパーです。私このね、サンリオのキャラクターの中でもセブンシリードワーフってすごく好きなんですよね。この青い色がね、品があってね、とても落ち着いたキャラクターだと思っています。はい、こちらは箸箱です。ブーフーです。こちらもブーフーです。今見てもね、ちょっとこう素朴でなかなか可愛いキャラクターですね。はい、こちらメラミン食器になりますが、ブーフーです。私の弟が使用していたものと同じものなんですけれども、なんかこの鳥がこの豚に連行されてるみたいな変な絵柄だなと思ってました。で、こちらもブーフーです。ラーメン丼です。私たち世代、アラフィフ世代にはもうブーフーは多分放映されてなかったんじゃないかなと思うんですけれども、ブーフーグッズとケレオグッズというのは結構身近にありましたし、普通に売ってたと思います。でもやっぱり絵柄がすごい、キャラクターがねすごい可愛いので、まあ、長く息の長いキャラクターだったんじゃないかなと思います。アラフィフ世代ではどっちかと、こっちじゃないですかね。何でしたっけね、これね、ゴロンタ劇場とかそういうやつですね。こちらもね、お母さんと一緒のキャラクターです。こちらもスプーン箸入れだったと思うんですけど、中身はなくしました。結構ヴィンテージものでもガンガン普段使いに私使ってしまうので、細かいものがなくなることが多いです。こちらはメラミン茶碗ですね。これもお母さんと一緒の人形劇のキャラクターだったと思います。こんだけブッチーとかそういうやつだったと思います。はい、こちらはケロヨンのお弁当箱です。これは当時ものではなく復刻ものです。なので子供が小さい時なんかは結構このお弁当箱は使ってました。今でもね、やっぱり可愛いですね。はい、こちらはカトラリーケースです。スプーンとフォークがね入ってますね。あ、可愛いのでまた普段自分用に使おうと思います。こちらはね、箸類です。すごい小さくてよく見えないけどレトロ可愛い小鳥さんのお箸です。こちらは懐かしい感じのこう造花が埋め込まれてるアクリルのお箸ですかね。すごく可愛いんですけれども、食器洗い機に耐えられないんじゃないかな、この材質は。はい、こちらも可愛らしいパンダちゃんです。こちらの箸はなんとガンダムです。結構貴重じゃないですかね、欲しがる人がいればの話ですけれども。で、またこういったね、昔のプラスチックのお箸の絵柄というのは、先ほども言いましたけれども、現在の食洗機ダメです。絵がね取れちゃうんですよね、食洗機に入れるとね。やっぱ手洗いでないとねいけませんね。はい、お弁当関連グッズということで、こちらは水筒です。細川千恵子さんのね絵柄の水筒、一時代をね築きましたよね。なので細川千恵子さんというと、私は非いずるところの天使というよりも水筒の人というイメージが強いですね。こちらもそうですね。こちらはアイドル歌手な絵柄ですかね。かわいい。アイドル歌手、スチュワーデス。女の子の憧れの職業ですかね。華やかでいい感じです。そしてやっぱり女の子界の革命児、ハローキティの水筒です。やっぱサンリオの登場には誰もがかなわなかったですね。私が使っていた水筒はディズニーでしたね。サンリオ以前の話ですが、おしゃれキャットの黄色い水筒だったと思う。また機会があれば入手したいと思っているんですが、なかなか見つけることはできませんね。こちらは給食布巾、給食ナプキンですかね。良い子のクルミーフレンド、これおそらく前回蔦谷喜一先生の塗り絵美術館にも飾られていましたが、昔の塗り絵作家松本勝治先生の絵柄ではないかと思います。結構貴重なね品なのではないかと思います。もったいなくてこちらも開けられませんね。花の精ウキウキ、花の精ウキウキっていう名前なんですね。
こちらは一見何の変哲もない黒い水筒ですね。ただこの水筒のすごいところ、タグが林家三平師匠です、初代です。こんなことで喜んでしまえる私です。藤丸というメーカーなんですかね、藤丸というメーカーのキャラクターだったんですかね。三平師匠はニキ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 の菓子っていうね CM はね覚えてますけれど、安くてどうもすいません。こういったねお弁当箱、アルミのお弁当箱なんかは特に材質がねしっかりしていて傷まないので現存率は高いですよね。プラスチックとかだとねやっぱり劣化してしまうんですけれども、アルミというのはねやっぱりね丈夫ですよね。愛されていた時代が長かったのは当然だと思います。電子レンジで使えないのがねネックでしたね。今後もアルミお弁当箱見つけたらまた少しずつ集めていきたいなと思います。でもアルミお弁当箱ね手が高いんですよね。コストが高いっていうかね、やっぱその辺も衰退していってしまった原因の一つではないかと思います。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。お弁当箱ね、やっぱそれぞれの年代によってね、自分が持ってたお弁当箱とかにはすごくね思い入れとかがねあると思います。もしねキッチンを探したら子供の時に持っていたお弁当箱とかが出てくるかもしれません。もし見つけたらその当時を思い出して懐かしんでいただけたらいいなと思います。新葉樹でした。